包んで開いての監督をしました広瀬奈々子です。この作品は、想定家の菊池信義さんを3年間追いかけたドキュメンタリーです。菊池さんは、全て手作業でお仕事をされていて、これまでに1万5000冊を超える本をデザインしてきました。菊池さんのお仕事を見て気づくのは、何より本が物であるということです。コロナの影響で本はますます電子化が進み、ネットでの買い物が主流になり、経営が難しくなってきている書店もたくさんあると思います。そんな時代だからこそ、改めて本が紙である意味とは何か、そんなことを、この映画を見ながら考えてみていただけると嬉しいです。いつか直接皆様とお会いできる日を楽しみにしております。それでは最後までごゆっくりお楽しみください。